始まりましたよ。起きてください。今週の神です。今日は、はい、マジで寝たい。眠いんですか？そう、ガチで眠いから。じゃあ早く終わらせる。演出じゃなくてガチで、ね、眠いです。はい、ささっといきます。はい、行きましょう。はい、神様が考えとられるゲームを20秒以内に当てられる。このゲームはちょっと早い。なんでまず俺らが今7勝して説明しなきゃいけない。はい、7勝で神準備できたかどうか聞かない。はい、何勝したらあれなの？10です。じゃあもうちょっと今日いけるかもよ。助っ人のおかげでね、一気に溜まってる。準備いいですか？はい、大丈夫です。山井さんすごい聞きたいところあるらしい。このゲームは、はい、寝るっていう演出があるのか、や宿屋とかね、演出とか含めて、だから寝るゲームプレイも、ゲームプレイで、ゲームプレイって言い方があれだけど、例えばレッドデッドって寝れるじゃん、はい、ゼルダも寝れるし、ブラクエも、ロックマンは寝ますよね。自分のキャラクターに限らず、あ、ちょ、自分のキャラに限ります。あ、限るよ、限る。そうしないとさ、手は負えないじゃん。寝てるやつはいっぱいいるかもしれない。マリオデッセイは寝るよ。やるはず。その何も操作しないとマリオが昼寝し始める。あ、そうなんだ。マンマミーアでピーチの夢を見るらしい。それはちょっとトリビア的なやつだね。そうだね。まあ、操作放置で寝る系は確かにちょくちょくありそう。操作放置で寝るやつ。ソニックとかこう寝る場面だったら笑うよね。ありそうだね。寝てるところ想像できない。首都とかですげえ何もしなかったら寝ると。試合中なのに。ナイツはストリートファイターの RPG でナイツはむしろ寝てる世界だよ。竜がちゃんと夜寝るとかなんかおかしい気がする。いや、でも寝なきゃいけない。竜だって寝るでしょ、そりゃ。修行のためにパジャマ着るの？パジャマ、同期のまま着てるんでしょ。朝起きた瞬間あの格好してるから竜。はい、今調べた限り出てこなかったんですけど、僕の記憶では寝てた。寝てた、寝るアクションというかキャラクターが寝ることはあったはずです。はい、うん、おう、まあこうなると一番ありがちなのは RPG だと思うんだけど、でも RPG だともうちょっとはっきりするから、 RPG はほぼ寝る、ほぼほぼ寝るよね。寝ない。 FPS はほぼほぼ寝ない。寝ないよね。寝ない。うん、ってことでちょっとジャンル絞ろうよ、もうちょっと。はい、 RPG、 はい、あ、このゲームですか？このゲームは RPG ではないですね。 RPG ではない、はい、意外とさっと答えました。オープンワールドかどうか聞く。オープンワールドは RPG じゃないって言われたらちょっと極端だけど、いいよ、でもいくらでもあるでしょ。まあいいけど、まあいいんじゃないですか。まあ、RPG 性が難しい。このゲームはいわゆるオープンワールド型ゲームですか？オープンワールドの定義として、なんかマップが一つなぎとかそういうのを含まれます。箱庭とかいろいろあると思うんです。そこはちょっと微妙だな。ウィッチャーとかどうするか問題あるからね。まあ一応広く見てオープンワールド、はい、広く見た。雑だな。サンドボックスも入れる。そこは分けた、まあ、任せるよ。じゃあ広く見てオープンワールド投げやりとして、はいと答えます。広く見てオープンワールド、まあそういう要素あるってことですね。さあ、そうそう、真面目にいこう。真面目だし。これちょっと、ね、年代をこれ2010ぐらいで切ろうか。はい、このゲームが最初にリリースされたのは2010年以降ですか？はい、このゲームがリリースされたのは2010年より前です、ね。ああ、そうしたら結構微妙なタイミングだね。で、その、まあ、結構今回難しいんじゃないの、質問。また360なんじゃないのか。ダークソウル系は結構なんかオープンワールドで迷いそう、答え方に。あ、でもダークソウルいつだっけ？2000初代の話してんの。ダークソウルって寝るんすか？ダークソウルはかがり火で何してんだろうね。あ、そもそも RPG でしょ。うん、そうそう。あ、そうだね、うん。普通に考えれば。そうですね。RPG、もう一回年代で区切る？国内開発ですか？あ、ですね、いや、海外です。海外開発です。これは絞られた気もするけど難しくなったな。やっぱ千葉さん今日静かだね。あなたの方が早いんですよ、さっさっさ。じゃあちょっと、はい、プラットフォームか年代をちょっと絞めない？じゃあ全く関係ないところで、このゲームは、はい、乗り物とかに乗りますか？乗り物はバンピートロットかな。またかよ。またオープンワールドだからあれ。あれは結構答えに、ま、街とかあるよ。寝るのもある。寝るのもある。素晴らしい。あ、でもありますあります。乗る乗り物ありこれバンピートロットなんだよ。あ、日本で開発されて。いや、でも乗り物ありとかレベルじゃなんか確実にありますよね。まあそうですよね。まあそこ国外だもんね。じゃ国内開発じゃない。このゲームの主人公は白人ですか？このゲームの主人公は白人ではないですね。
はい、うん、難しいですね。人かどうか世界じゃないと相談ないから白人じゃないです。ちょっともうちょっとジャンルか年代を決めていきたい。でその後パブリッシャーや白人ではない。ラテン系はどうなの？まあでもそんな古くないっしょ。海外の開発で。いやまあそんな古くないよ。オープンは少なくとも広い意味でオープンワールドも。サンアドレアス。いくら古くても。メトロイドバニアってどうなるの？オープンワールドって質問に対して。普通違うから。グラメルオープンワールド概念がわからなすぎて。すごい広いですね。まあ、乗り物 3D ゲームじゃないのにオープンワールドって基本的に言うものないよ。オールボーイは自称オープンワールド。自称です。自称ですね。自称だともう何でもありになっちゃうから。ダメ。自称史上最高傑作。なんかそのさ、まあ、じゃあ2000年そうそう、これで、ね、あの箱以降かか PS2 以降やね。5とかで言ってみる。 2005、 うん、刻むね。聞いてみようか。じゃあ2000、まあ実際の6とかの方が正確に言えるんだけど、6でもいいよ。じゃあこのゲームの最初のリリースは2006年以降ですか？はい、このゲームが発売されたのは、2006年より前ですね。お、古い。2000年より後ですか？はい、続けて質問、はい、はい、このゲームは2000年より前ですね。前、はい、ちょっと待てよ。90年代リザーナフォールズ。ちょっと待てよ、シェンムーじゃないの？オープンワールド、オープンワールド、オープンワールド開発海外じゃないでしょ。これ、うん、てか、そうか、ずっと日本のこと考えて。オープンワールドって初代フォールアウトとか、あ、初代のGTA とか、まあ RPG だね、あれね、うん、サンドボックス的なもんなんだと思うよ。 GTA みたいな、 GTA みたいな、 GTA3 でもブリーとか入れないもんね。 GTA3 ブリーとか明らかに白人だもんな。2000年行ってないの？いや行ってるな。行ってる、2001年行ってないはずないよね。3より前だよこれ。3より前、もうトップビューみたいなやつだと思うんだけど。とんとんまあ GTA だとするならばそっちになっちゃう。あれバンジョーとカズーイとか海外開発なの？そう国内のゲームなんだ。海外開発でしょ。そうそう、はい、そう、うん、だからむしろだからなんか先進的なやつよ。結構有名なサイトなのかな。デウスエクスとか。ああデウスエクスはね、かなり RPG 感あるけどね。まあ、RPG だね。あと寝ないと思う。だからこうやって打ってそうだね。いや、まあ、そんなことしないけど、ね、シリーズかどうかとか、人口白人やろあれ、遊べるかどうかとかみたいな質問しますか？何シリーズ系かどうか、または現行機で遊べるかとか。そのシリーズはってことね。じゃあそっちの方が得だからそっちにしよう。このゲームまたはこのゲームが属するシリーズを現行機で遊ぶことはできますか？新しいですね。シリーズも結構広いっすね。現行機できた、このフランチャイズはってことでいいよね。まあ、それが属するさようでございます、ちょっと待ってくださいね。シェンムではないと。でもまあこれで見ると続編はあるっぽいね。レガシーオブケイン。いやーないでしょ。さすがに選ばないと思います。渋す。見てる人もあんま分かんないんじゃないか。分かんない人ばかりってわけで、はい、このシリーズフランチャイズに属するゲームは現行機で遊べます。うん、遊べる。はい、遊べます。なんだろう。ハードを縛ろう。海外のタイトルは PC スタートの可能性が高い。高いよ。うん。うん、この段階だと今の可能性って PS2、1、Xbox One？ いや、PS の初代。PS 初代。はいはい、あとは任天堂ハード、はい、ドリームキャスト。ドリームキャスト、サターン。サターン、微妙だね。初代 Xbox はありえないですね。初代 Xbox はちょっと、ね、PS なのかな、まあ、クラシックのなんかなんじゃない？でもあれ日本のタイトルばっかりか、日本のやつは。あれ、そもそもクラシック、あ、クラシックに入ったやつ？そうそうそう、クラシバンディク系とだ、それ系の何かみたいなさ。スパイロー、多分でも PS っぽいな。とりあえず PC か PS か分けたいから PC かどうか。 PC かどうかがいいと思います。じゃあこのゲームの初出は PC ですか？はい、このゲームの初出は、PC ではないです。あ、じゃあ PC っぽいな。おーおーおー、任天堂なんじゃないの？レア社とかなんじゃないの？そんなレア社のオープンワールドっぽいやつある？まあだから箱庭で言うとバンジョーとカズイとかは別にオープンワールドじゃないとは言い切れない。わ、ディディコムレーシングはオープンワールドだし。あ、そうなんだ。ディディコムレーシングは明らかに乗り物あるけど。いや、それなんか強引に言い切ればさ、レースゲーム大体オープンワールドでサンドボックスや。いやいや、でもこれはちゃんとサンドボックス型の自由にどこでも行ける、本当にオープンワールドっていう言葉にふさわしい。オープンワールドの質問が良くなかったな。まあそうですね。オープンワールド無視や、一回忘れよう。混乱するわ。そうそう、 3D なのか。じゃあこの段階まで来たら、まあ、3D なのかっていうのも俺も考えたし、はい、任天堂プラットフォームかプレイステーションプラットフォームのどっちか絞る。どっちでもいいよ。それでじゃあこのゲームの初出は任天堂プラットフォームですか？あ、初出ですね。はい、はい、
はい、初出は任天堂64プラットフォームです。あれそこまで打ち入れてくれた64だ。トゥロックはティロックティロックかティロックったら64スタートなんですかそもそも。ああどうだろう、 PC の香りある。任天堂64で出た行芸ですよ。あ、要素か行芸なの。ゴールデンアイは寝ない。寝ない。わかんないですけど、ね、寝ない。バンジョーとカズイは、ね、まあ、白人ですね主人公ね。そうだね、ゴールデンアイは。バンジョーとカズイは寝るところからスタートする演出が。そうなんだ。そう寝そうだよね。でもバンジョが寝てる、カズイが、まあ確かに記憶であるになりそうな気がする。まあ、でも まさにでもレア者っぽくなってきたね、ますます。レア者かどうか聞く。まあもうちょっと待とうか。主人公人動物か、動物とかその架空の生物が、うん、非人間か聞こうか。主人公は非人間ですか。はい、このゲームの主人公は、人間ではないです。オッケー、かなりいいですね。これよく、だいぶだいぶ。じゃあもうバンジョとカズイなんじゃない。バンジョとカズイの大冒険なんではない。もうちょっと他の例を、まあ、思いつければ。なんか、グローブが主人公のプラットフォーマーとかありますか。グローブ、そう、手袋。そんな変なゲームあるの。ありますよ。なんですけど64のプラットフォーマーです。これタイトル これで飛ぶの。グローブなんとかだった気がする。すごいな、そんなあんの。自分がグローブでこうやって歩き回ってジャンプしたりとか、普通にマリオ64をイメージした。この中でクラベスさんしか知らないダッシュプラットフォーマー。面白かったですよ。初めて。マスターハンドじゃないですか。マスターハンド、スマブラの。そう見た目がそれにすごい似てる。ミッキーマウスのね、手袋。あれいいゲームだった、多分覚えてる。いや、バンジョーとカズイ今の感じだと、その乗り物あんのかな、初代とか。よくわかんないですけど、まあありそうな気もするよ。乗り物あるって言ってたね。カートステージは大体レア車やってる気がするけど、トロッコみたいな。まあ、64の国外ゲーがね、あんまさっと、ね、ほぼ思いつきません。パーフェクト、パーフェクトだった。それこそレアぐらいしか思いつかない、ね、レア以外だがよくわかんない、ね、正直。まあ、スターウォーズのゲームとかありますよ。あ、スターウォーズのゲームか、うん。まあ、レア社かどうか聞こえよ、ここまで来たら。そうだね、このゲームの開発はレア社が担当されてますか。はい、このゲームの開発はレア社ですね。おっと、もうこれはもうバンカツちゃんですね。ドンキーコング64か。あー、ドンキーコングね。バンジョとカズイ。バンジョとカズイは現行機で遊べるの、何かしらの子たち。あれ出てなくない。いや、Xbox One にコレクションがあるんだ。そうなんだ、よくそんな覚えてたんです。まあ、いっそのことも主人公がそのゴリラの子、クマなのか。コンカーの可能性あるよ。コンカーじゃあこのゲームの主人公キャラクターは一人かどうか聞く。それは一つ。バンジョとカズイは二人だと。そうそう。まああとちょっと待って、ここらまで来たらあのね、とどめを刺す可能性について検討した方がいいけど、あ、でもまあまあボボ刺せそう。でもだから少ない質問でいきたいってことでしょ。そうそう。今考えられるのはディディコングレーシング、コンガーズバッドファーデイ、バンジョとカズイ、ドンキーコング64、この4、まあ、64コングかバンジョーとカズイが これまでの野口さんの路線でいくと、僕が当時初めてプレイしたみたいな。コンカーはなぜかというと、結構その後 Xbox の方に登場したりして、結構濃厚なファン、結構ファンもいて、 Xbox プレイヤーで、でしかも野口さんがそのコレクションをこの間貸そうとしてきて、だから好きなんだよ。人呼びだ。そうだった。じゃあそれありえる。切り分ける質問は、クラブさんに貸したことない。主人公一人かどうか。まあ、というのと、あとこのゲームはそのレアコレクションに収録されてるかどうか。で、ドンキーコングはその外れるわけ。2つの質問で。一人かどうかでね。とりあえずドンキーコングかどうか。はい、まあ、そこからいきますか、はい。このゲームの主人公は、一人ですか。このゲームの主人公は一人じゃないです。よしよし。じゃあもうここでもうとどめ刺そうよ。でも2の可能性あるけど、さすがにそれはないよ。もう野口くんの人の良さを信じて。これでしたら2発当たんの。これ16問目で当たって、何章になるの。7、8、9、4 の, の 2発とどめじゃないんで。だからちょっと気にしてたんだよ。気にするタイミング遅いやん。次回ってことで。でも、まあ、今日はこれとどめじゃないけど、もう瀕死の状態に追い込もう、はい、せーの、はい、バンジョーとかカズイですか。はい、僕が今回選んだのはバンジョーとカズイの大冒険です。よっしゃー。2とかバンジョーと2位だったらどうしようとか思ったけど、一回あのガレージ大作戦とかもあって。ガレージ大作戦は僕結構好きですね。あるもんね。これなんで選んだんですか今回。これはもう今コンカーを差し置いて、コンカーを選ぼうと思ったんですけど、あまり認知度ないかなと思って。そうどっちかっていうとバンジョーの方が面白いかなと思って。
いや、よかったですね。僕は多分スーパーマリオ64と当時一緒に遊んでて、でバンカズの結構、バンカズの方が結構なんか、バンカズの方が面白いっていう人も結構いる、ね、楽しかったですね。うん、悔しい、惜しい、惜しいんだよ。これで9勝ですね。あの来週は確実に殺しに行けばいいんだよ。来週めっちゃむずいやつで来て、また1回でやり直しとかやめてほしいな。大変だよ。というわけで今日は勝つことができました。はい、神様ありがとうございました。ありがとうございました。